そういうことでございます。三遊亭円條と申しまして、よろしくお願いしますけどもね、もう本当に雨の降りしきる中をね、ありがとうございます。我々いろんなところで落語やりますけど、やっぱりこういう落語会ですとかね、あるいは寄席なんかでやるのが一番落ち着いてできていいですね。もう会場が立派だからやりやすいってもんじゃないですね。今までやった中で一番立派な会場がっていうと、神戸にポートピアってありましてね、地震の来る少し前ですよ、国際会議で、ね、でもう会場が2700人ある、超満員です。2700人ドーンといて誰も笑わないって。嫌になりますよ。どうして笑わないんだろうって考えたら原因が分かった。客の8割が外人なんです。日本語が分からない。ファッツ、何がファッツだなんて偉い目に遭う。やはりこういうね、落語会ですとかそういうところでやるのが一番いいわけですけどもね。まあ人間というのはね、こう毎年一つずつ年を重ねましてね、僕も今年で56になりました、ね、で本当のことを言うと去年が55だったんです。一昨年は実は54だった。当たり前だろうって言われそうですけどもね。なんか毎年一つずつ年を取っていくって面白くないですね。これなんかデタラメに年を取るといいですね。去年26で今年56とか、来年やつでその次が86とかですね。それで3歳で死んだって何なんだとか、そうなるといろいろ変化も起こってね、面白いと思うんですけどもね。ただやっぱりあれですね、こう人間っていうのはやっぱりこう年とともにこう好みだとか趣味とか変わってきますね。僕なんかもですね、最近変わってきたのは落語のね、自分で新作作ってまして、台の付け方が変わってきました。で大体今までですとね、あんたの性格族ですけど、他には国際話し家戦略ですとかね、パニックイン落語会80とかそういう落語。ところがですね、去年あたりから台のタイトルが変わってきた。去年の暮れにやったのが藪椿の影で、これです。とても炎上作と思えません。で今年になってやったのが振り返れば、振り返ればですよ。で今考えてるのが影の影とか、なんかそういうなんかこう深みのあるよ。でしかもですね、こう入り方が語り調で入る感じが増えてきました。で最初に言った藪椿の影もこれ語りの調子で入ってくる。足立区の木々、渡り鳥のモズが止まり、秋を謳歌している。そんなとある足立区の一軒のお宅、それからストーリーにスーッと入ってくる。もう最近やっぱ変わってきましたよ。でしかもこれはですね、世界初の愛犬落語で、飼ってる犬がこう逃げ出して、最後大きな公園のですね、大イチョウの木の下でこう降りしぎるイチョウの枯れ葉がパーッと舞って、イチョウの絨毯でこと切れてる。で家族はそれを見て呆然と立ち尽くすわけです。もう犬好きはワンワン泣きます。今ダジャレ言ったんですよ。犬好きはワンワン泣くという、猫好きはニャーニャーとかもあるわけです。僕もですね、1年に3回はダジャレを言う権利がありました。お客さんは笑う義務があるんです。もう大変ですけどもね。で そういうで、ただ犬好きはそのワンワン泣くんですけども、犬好きじゃない人、普通の人です。そういう人はですね、このそういう死んだシーン見てですね、もうこう白々しく冷たく見てる。なんだよバカ野郎、犬が死んだぐらいでこの野郎大騒ぎしやって、この犬食えって、そういう顔してる。このギャップがあるもんですから、今このギャップを埋めようと今ちょっと改造中なんですけどね。それからあと振り返れば、これもですね、やっぱり語りの調子で入る。雨上がりの朝、利根川はもやに煙っていた、ここから始まる。それで利根川のまっすぐ伸びた土手を私炎上がひたすら歩いてる。もやが先で煙って、後ろもよく見えない。まるで自分の人生を暗示するよ。ふと振り返ると自分の人生過去が見えるんじゃないか。ひょいっと見ると
なんとそこにですね、44歳の私と26歳の私が見える。そこで3人でお互いを罵り合うんです。44歳の炎上これ野郎、お前が落語稽古してたら俺はもうちょっと売れてた。うるせえなこれ野郎。もう自助伝的大馬鹿なこと言ってます。そんなら、ね、だからただあのこのやっぱり古典落語って僕はいつ聞いても素晴らしいなと思うのが、入り方が実に自然ですよね。あのまあ若い者が大勢集まりますと、どうこっちは、いやいやどうこっちはこっちはこっちはとスーッと入る。ところがですね、語り帳はスッと入れない。落語ってのはハイテンションなもんですから。というわけでございまして、利根川はもやに煙っていた。どうしたんだとこなる。これ実にやりにくいんです。じゃあお前ハイテンションでやったらいいだろうって。ところがですね、こういう語り帳のものをハイテンションでやるとまたこれ具合が悪いんです。というわけでございまして、雨上がりの朝ですな、もやでもやもやもやーなったっけーってわけわかんない。やっぱりこう入らなきゃいけない。まあこの辺があのやっぱりやりにくいというところはあるんですけれどもね。しかしまあ本当にあれですね、あの僕も56になりましてね、子供いるんですけどもね、もうあの子供と僕の世代って本当違いますね、全てね。もううちの子なんかあのどういうわけですか、あの出歩くときはあのミネラルウォーターペットボトルのあれ持ち歩きますね。それでちょっとあの歩いてて喉乾くとか言ってって、それであの駅前なんかペタッと座ったりなんかしまして、もう大変ですよ。それでまたちょっと歩いてね喉乾くてお前は砂漠に住んでんのかみたいな。わけわかんない。で大体今の若い人というのはですね、とても清潔で綺麗好きなんですよ。なんであれ直に口をつけるのかと思いますね。あれプレッてやった瞬間にあの食べかすとかね、椿とか雑菌が入るわ。ピッてーと吐き出してるもんですから。でその日のうちに飲むんならいいですよ。これあのねバッグのとこボーンと突っ込んでて1ヶ月ぐらい経ってから、あったよおい、おこれ前のやつだな。いやーまったりとしてなんでね。それでパッと見たら中でミジンコがフェー、下から糸を見たらフェーとか大変ですよね。あれあれ口じゃなくてなんかね紙コップ持っていくとかなんかした方がいいんじゃないかと思いますけどもね。あと言葉遣いなんかも違ってきましたね。もううちの子はまあ成人好きなんですけども、中学校あたりから口癖で言ったのが普通、なんかきっと普通っていう、どうなの普通って必ず普通ですよ。テレビ見てまして、どうテレビ面白い普通っていう、どのぐらい普通なんだい、超普通ってなんだよ。もう超普通ってやったらどのぐらい普通なんだ考えちゃいます。悩んだりなんかしましてね。あとあのゲットなんてことはなんとかをゲットする ねえ、クリームゲットってゲットあんまりいい言葉じゃない、使います。ただ最近ゲットっていうのはあの割と一般的に使うようになってきまして、なんとかをゲットする。僕生まれ故郷が名古屋でしてね、これ名古屋行ったら名古屋人がゲット使ってました。名古屋人のゲットっていうのはなんか変なゲットですね。なんか魚屋で店先で、ね、あのおじさんが言ってるんです、まあわしは今日はよアジをゲットろうと思って来たんだわって。ゲットの変化形です。うーかまーゲット立てちょゲット立てちょばー、どんどんゲットったらええがねーって、そうかまーゲットったるけーってなんだかわかんない。なるせゲットじゃないみたいな、まあいろんなことになりますけれどもね。やっぱりこう年とともに家族ですとかね、あるいは親子ってこういうのはだんだん変わってくるみたいでございますけど、今日は足立区に住む、大体僕あの足立区出すことめんどくさいもんですから足立区に住んでまして、足立区こよなく愛してるんです。足立区に住むある二世帯住宅の聖なる家族のお話。聖なる家族、どういう聖なる家族というと、あんたの聖家族と、家族はお互いがあんたの聖よと言って決して自分の責任は知らない。実に素晴らしい家族。それでは早速家族を紹介しましょう。寝室でお化粧をしまくる妻幸恵42歳。
当に何ね、30過ぎたらやっぱり基礎化粧品選ばなきゃいけないわね。この3日間お試しセットいいわね、これ。え、もう肌がツヤツヤと、このしっとりが、いや本当にお前口で言ってんじゃないのよ、ほっぺた、まあ本当にいいわね。鏡さ、私いくつだと思う？26、42。本当にもう隠しときめも細かいし、本当に美しいわね。どうしてこんなに美しいのかしら。しかも私は聡明で、しかも決して選ぶらないという、だけど家族はみんなおバカなの。本当に、でもそのおバカな家族が好きな私が好きなの。もうよく言われるの、友達なんか、あなたみたいなそんな気品のある素晴らしい奥様がどうして足立区なんかに住んでるんですかって言われる。そんな足立区に住んでる私が好きだな、あーかわいいってなんだか分かんない。一方この二世代住宅の2階に住んでるのが、5年前に退職離婚もない、その後もう趣味のフラダンス一筋、義理の父陽一郎70歳、アロハいやーフラダンスはいいな、人生は買い物ヒーラーと覚えたりという、私はフラダンスで人生をさらった、私は利口で家族はカラバーカーってわけが分かる。一方今でゴロ寝してるこの家の主賢治46歳、会社勤め、昭和40年代50年代の企業戦士は家へ帰るともう疲れてますから3つの言葉しか言いませんでした。何を言ったか、食う寝る風呂と、この3つです。現代の企業戦士も疲れてますから3つの言葉しか言いません。しかし単語が違うんです。だるい、疲れる、任せる、これしか言わない。そしてこんな素晴らしい家庭環境の中でわがままいっぱいに育っているのが勉強部屋にいる勉強嫌いの健太君、中学3年生で、冗談じゃねえよバカ野郎、うちのおふくろ訳の分かんねえことばっか言ってんだぜ。勉強しなせえ、東大行きなせえ、勉強も東大も嫌いなんだよ、そんなに勉強したかったらおめえがしろよ、そんなにおめえが東大行けよ、俺は行きたくねえんだよ、冗談じゃねえよ、今日は夕方まで勉強したくねえんだ俺は、そんな行きたかったらおめえが夕方までやれよ、冗談じゃねえよ、ほんとな、そう、ずらかろうか、親父今ゴロ寝してんだろ、え、でおふくろ寝室でお化粧してるから、そうだ、この隙にずらかろうかな。金がないんだよ、金が。そうか、親父ね、いつも財布、ズボンのポッ、後ろのポッケに入れ、あの親父の財布から金ゲットしよう。いいじゃねえか、これ。よし、じゃあ金ゲットしよう。このわがまま坊や、そう、洋服ダンスを開けて、そしてお父さんの財布を、おい7万あるでラッキーじゃあ1万だけ残しとくか、じゃあ早速6万をゲット、チクチク言って、なんで痛かったなおい、まあいいかな、6万でって言って、なんか胸あたり痛いんだよおい、6って言って、なんだおいこれ、両親のかけらじゃねえかよおい、去年俺自尊心捨てたからよ、もう何にもねえかと思ったらまだ自尊心のかけらなんか残ってやんのね、こんなもん取ってよ、ポッケ入れとこポーンとな、さあ6万ゲット、取れたよおい、自尊心のかけらがねえともう自由自在だな、悪いことし放題だよ、へえ、じゃあさあこれで遊びに行こう、健太待ちなさい、あなたのとても美しいお母さん幸恵ですよ、何なんだおめえは、何なんだよ、いけません、たとえお父さんのものでも黙って取ればそれは泥棒です、返しなさい、そう言って愛する健太に優しく小言が言える、そんな私が好き、いやーかわいい、
何なんだおめえは。クソババ。クソババ。ね、ケンタ、意味分かって使ってるの。あのね、あのクソババっていうのは意味はうんこのおばあさん。まあ。私がこの頃お化粧のノリが悪いと思ったらあんたのうるせえやバカ野郎、ケンタが好きな私が好き、なんとかが好きな私が、おめえが自分が好きなだけじゃねえかよ。俺がグレた原因はてめえのせいなんだよ。俺6万ゲットしたからよ、遊びに行くぜ、バイ。ちょっとケンタ待ちなさい。しょうがない、6万抜いちゃったってね。あなた大変よ大変ね、あなたの財布からね6万抜いた。だるいよ、疲れる、任せる、だるい、疲れる、任せる、それしか言えないの。あなたは健太があなたの財布から6万抜いたのよ。あなたの財布からあなたが行って捕まえて、え、6万取る。だるい、疲れる、バタ、病人なのあなたは。え、あなたはね、稼いでくるだけが愛情表現なの。だいたい健太がやってくれたのはあなたのせいなのよ。あなたの、みんなあなたが悪い。お前な、疲れてんだ俺。会社で疲れて、帰ってくるとお前で疲れて、寝るとお前のいびきで疲れて、俺が疲れるのはお前。何を言ってんのよ。あなたが悪いのよ、あなたが。え、ケンタがくれたのだって、それからもともとね、二世帯住宅なんか建てるからいけないのよ。あのフラダンスじいさんが来てからうちがおかしくなったのよ。もうご飯の時なんかラジカセでフラダンス踊りながら食べるんだから。この間そうめん食ってる時、踊りながらそうめん食ってる。床中そうめんだらけよ。なんとかしてくださいって言ったら、いい、これが本当のそうめん流して、なんだか分かんなくってんのよ本当に。あなたがいけないのよ。あんな義両親を呼ぶから。なんだその義両親って。義理の両親のこと義両親って言うのよ。そうしたら引っ越しのと汚い義家具いっぱい持ってきて。なんだその義家具って。義理の両親が持ってきた家具を義家具って言うのよ。まあ義タンス、義茶碗、義テレビ、義ゴミ箱、なんでも義つけりゃいいってもんじゃない。あなたがいけないのよ。あなたがこの家をね、不幸してうるさいの。お前が悪いんだ。お前が俺たちを不幸して。待て待て、アロハー。いやいやいや、喧嘩はいかん。喧嘩はさあ、幸恵さんもそれから賢治もいいか、人間は霊に始まって霊に終わる。さあみんな首にだ、この霊をかけなさい。この首に霊をかけて、それでは霊。何よこのおじいさん、何なのよ。ねえおじいちゃん、何でもいいんですけどね、出かけるときに、腰身のをつけて出かけるのやめてちょうだい。昨日お隣の山田さんから言われたのよ。え、お宅のおじいちゃん腰身のつけてますけど、ご職業は鵜飼ですか。鵜飼だ本当に。ケンジ、このバカ野郎な、叩きだぜ。こら、ケンジ。お父さん、だるい、任せる。何が任せるだ本当に。わしがこうなったら叩きだ。何を言ってるんですか本当に。第一、おじいちゃんね、気取ってフラダンスやってますけど、近所でおじいちゃんのフラダンス何と言ってご存知なんですか。痩せたおじいさんが踊ってるからみんなが言ってますよ。ゾンビの平泳ぎ。ゾンビの平泳ぎだもん。わしゃ怒った、行くぞ、ドタバタドタバタとやってるところに健太君が帰って、イエーイ、バカ三人、大人がさバカやってる、バカバカ。何を言ってんの健太、あなたのせいでうちが揉めてんのよ。健太、そうだぞ、俺が疲れるのはお前のせいなんだよ。お前が、健太、お前がそもそもフラダンスをやれば丸く収まったんだ。お前がいか、うるせえんだよ、だろおめえら。大人たちはいい、何でも人のせいにしやがってよ。お前らどれだけ大切な心を失ってきたんだ。捨ててきたよ。お前らが捨てた心がな、このダンボールの中に入ってるから、これ見て懺悔でもしやがれ。ほらズザーと。俺たちが捨てた心が
この段ボールじゃ嘘だお前。そんな、でも一応開けてみるか。な、じゃーん。うわぁ、心の玉がキラキラ輝いてる。いや、本当に綺麗。いや、だけど、どうして心はこうやって見える。そんなことは決まってるだろう。落語だからだよ。へぇ、あ、たまにちゃんとなんかいろいろ書いてあるぞ。これなんだよ。あ、書いてある。なになに、幸恵の真心。おい、お前真心丸ごとせ。 そんなことないわよ。私のように美しい心優しい妻が、そんなもん捨てる。あら、本当だ。じゃあこのね、心を戻してスポン。おじいちゃん、あなた、私が至らなかった、私が悪かった、ごめんなさい。すごい効き目があるのこれ。それから、あ、これおじいちゃんのよ。ほら、陽一郎、別れた妻への思いで。何を言っとるんだ。わしは別れた女房にない未練なんかないぞ。本当に。そうか。じゃあまあ、心のこうスポッ。わしが悪かったじゃん。わしはな、出てった女房が忘れられなかったんだ。だからこうやってフラダンスで気を紛らわしたんだ。いや、みんな、わしが悪かった。さあ、お詫びにぜひフラダンスをさせてくれ。しなくて結構です。しかし、くたびれたな。俺の玉だけない。きっとあるわ。あった。これよ、ほら。ケンジの向上心、自尊心、やる気の3点セット。あなた。あなた、3点セットで忘れたでしょ。3点セットで。そうか、まあ疲れたけどな。じゃあ入れてみるか。スポ。うわー、これからは全てが私が責任持つ。うわー、すごい効き目ね、これは。へえ、健太、お父さんが悪かったな。みんなお父さんがいけなかった。でもな、許してくれ。これからは昔のように仲のいい家族になろうな。ふざけんじゃねえよ、だろ。おめえなんか親じゃねえ。いや、だから悪いと言ってるだろ。な、これからもう一回、うちを、家族を、な、やり直そうじゃない。ふざけんな、お前はな、金稼ぐ機会だよ、バカ野郎。どんどん稼げよ。死ぬまで稼げ。ケンタ、お前はいつからそんなに心がひん曲がったんだ。え、来い、俺がお前の根性を、直してって。あなた、いや、うるさい。俺はな、許せないんだ、こんな奴は。無理。違う、健太はね、この心の玉を捨てたの。見て、健太の温かな心、これを捨ててしまったのは私たち大人がバカだから。健太がこの温かい心と。ケンタってこんなに温かい心持ってるのか。それなのに俺たち大人たちがバカでこれを捨てたってたんだ。ケンタ、さあこの玉を元へ戻せ。ふざけんじゃねえよ、バカ野郎。この玉とやりたくねえんだよ。お父様、お母様、私が悪うございました。しらじらしい決めがあるね、これは。しかしなんだな、これでわしらはやっと本当の家族になれそうだな。そうですわね。これからは足立で一番幸せな家族になりましょうね。ほら、荒川に夕日が沈んでくわ。綺麗ね。荒川の夕日は世界で一番美しいって世田谷区民が言ってたわ。本当かお前。そんなこと言ったのか、ね、ガラッガガガガガガガ。いや、あのね、実はもう一つ箱があったの。まだ心の箱があったのか。じゃあこうやけて、じゃあ行くね。やっやっやっ、ガラ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 。おお、部屋中すごいな、これ玉だらけになっちゃったぞ。え、あら、何かしらこの玉。おじいちゃんのよ、これ。え、書いてあるでしょ、おじいちゃんね、陽一郎、
え、パジャマで外出をしない心って。またパジャマで外出したんですかおじいちゃんは。いや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 、もう日に3回多すぎますよ。それはしないでください、本当にね。 それからあなたのこれですよ、ほらね、ケンジのトイレを早く出ようとする心。どうもこの頃遅いから、え、長い時間2時間ぐらい入ってるから、これをちゃんと元に戻してくるか。じゃあ私はこの心の玉をスポッ、うわートイレは20秒で出る。すごいわね。へえ。それからケンタ、ケンタこれよ、ね、勉強に命をかける心と。そんなのあったあるのよ。ちゃんと戻しなさいこれを。分かったよ、本当にもうみんなルーズなんだから。おいお前サチエ、なんだこの玉。サチエ、車のセールスマンへの淡い恋心。なんだろう。こっちはなんだ、サチエ、保険の外交員への淡い恋心。コンビニの店長への淡い恋心。魚屋のおじさんへの甘い恋、みんな淡い恋心。みんなお前の玉ばっかり。いやいや、そんなことないわよ、私がそんなこと。ちょっとあなた、この玉は何です。え、ケンジの沙織との甘い思い、何なんですか。この沙織ってのは誰なの。いやいや、お前沙織ってのはさ、あのそこの石田さんところの柴犬の名前。嘘よ、柴犬が沙織って名前なわけないでしょ、本当に。え、一体どこの座だ。ちょっと取り込み中のようだから。幸恵さん、なんだこの玉は。幸恵、え、陽一郎へのご飯にふけを入れる心。なんじゃこれ。どうも時々変な、え、味がするからおかしいと思ったら、え、お前さん何かわしのご飯の中にふけを入れる。大丈夫ですよおじいちゃん。おじいちゃんにかけたふけはちゃんとリンスがして。何がリンスじゃん。え、何が。ちょっとおじいちゃんこそ何これ。え、陽一郎、幸恵の首を絞めたくなる心。何なのこれ。何なの。いや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 、絞めたくなるだけでまだ絞めちゃおら。当たり前ですよ、本当に。こんなの絞められちゃたまりませんよ。だいたいそもそも、え、おじいちゃんが、いやいや幸恵さん、あんたが悪い。いや、おじいちゃんが、いやいや、お前が悪い、あんたが悪い、お前が悪い、あんたが悪い。一家でうわーっと罵り合ってると、うちがグラッグラッとなったら、にゃんにゃんにゃんにゃっぺっちゃっと突然ずっだー、く、苦しい。なんか急にうちがペタッと潰れちゃったけどね。あなた助けて。そんなものお前、車のセールスマンに助けてもらう。まだ言ってんな。どうしてうちがこんなに急に、え、倒れちゃったんでしょうね。あのね、実はね、うちが潰れるとき壁からね、この玉が出てきたと。玉が出た。この玉、心の玉。え、じゃあ何か、うちにも玉があったのか、心の玉が。え、ちょっと見せる。え、お父さんこれ、何何、書いてあるの。二世帯住宅、ちゃんと立っている心。こら、二世帯住宅、本当に。俺はお前に4000万出したの、4000万も。4000万も出して、なんでお前はちゃんと立ってないんだ。するとうちが、あんたのせい。おなじみのあんたの生家族でございます。どうもありがとうございました。